ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合正面から堂々とはの、堂島の桐生は。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。Shit!